こんにちは、ふみです。本日はですね、大の大冒険星7キルバーンを使ってですね、4次元の探訪者やっていきたいと思います。キルバーンの動画続いてて申し訳ないんですけども、ブラックバードね、持ってない方でもキルバーンがいれば結構代用になって強いので、こちらを紹介していきたいと思います。で、まず言っとくと、ブラックバードを持ってる方はブラックバードでやった方が4次元に関しては安定すると思いますので、持ってない方はね、参考にしてみてくださいということで、こんな感じのパーティーになっております。ちょっと編成難易度は高いかなと思うんですが、全員ね、副属性まで闇ということで、かなり火力が出るパーティーになっております。まずキルバーンがアバンの武器で、遅延耐性4の、HP 強化ですね。ここね、最初10連ガチャドラの武器でやってたんですけど、回復力がね、ちょっと渋いなって思ったので、アバンの武器にしました。そしてサブはミストバーン、転生のミストバーンが、超覚醒が超コンボ強化のシェリングの武器で、潜在が超限解放の回復強化で、回復力上げてます。2体目のミストバーンも同じく超コンボ強化で、アシストはですね、リューネのティアラですね。HP 盛りつつ5ターン半減が強いということで入れました。そして潜在が上限解放の、ここはちょっと HP を持っております。そしてダース・ベイダーが超コンボ強化のイノスケの武器で、上限解放の HP 強化プラスプラスですね。そしてガローが超覚醒がスキブプラスの、ゲンメンペラーの武器で上限解放です。そしてフレンドさんのブラックバードがアマージ武器の遅延が4ですね。そして HP バッジでやっていきたいと思います。罪で言うと2階層の闇吸収だけ罪なのかなと思いますけど、その他は多分全然立ち回りをね、間違えなければいけるパーティーだと思いますので、やっていきましょう。はい、ということで1階層目からやっていきます。まず1階層は遅延を刺していきましょう。シェリング、非シェリングの武器で遅延を刺します。やっぱね、キルバーンの強いところはね、変身の時に3ターンヘイストっていうのがかなり強いなと思いまして、この後ね、見ていただければ分かるんですが、一旦シェリングでスキルダメしてもらって、2ターンスキルダメしたらリューネの武器を打って、適当にロック解除しながら、はい、こんな感じでスキルダメをしていきます。で、このターンもいらないドロップを消すんですけど、ちょっと闇が消えちゃってね、はい、闇が消えちゃったんすよ。1段階目変身して耐久するんですけど、今回ね、降ってきたからいいけどさ、普通に運が悪かったですね。あんまり降ってこないことないよ。目覚めついてますから。はい、で、1体残ったら、ゲメンペラの武器とキルバーンが溜まるので、それで最終変身まで持っていって、1階層は取ったですね。はい、2回目。ここの闇吸収だけ積みなんですけども、今回は、麦ドラかなが出てきたので、麦ドラの武器は、全体攻撃を含まずに闇の2コンボと、保管ドロップも2コンボ、10コンボあれば必ず抜けますので、一旦半分まで削ってもらってから、2ターン目に全体攻撃で突破していきます。ここね、指、奪われてるんですけど、取り返す術はないので、短いですけど、ドロップかなり生成できるので、大丈夫かなと思います。ここは操作負荷食らうんですけども、キルバーンじゃなくてミストバーン使って、闇足りなかったらキルバーンも使って、で、イノスケの武器で吸収で抜いていきます。一番上別に動かさなくてもね、闇列で含めてるんで大丈夫かな。はい、ここは一旦で倒してもらわないと次のターンも吸収なので気をつけてください。はい、4回、4回差は別に、なんてことないですね。指だけ気をつけるだけで、10個も組んでもらえれば OK ですね。指減らされて何秒だろう、3秒とかだったと思うけど、それでもかなり別に困ることはありませんでした、私のパズル力でも。はい、そしたらここは
一旦ガロで消せないを回復しながら、残りあと1になるまで適当にスキルダメをしていきます。闇にコンボしないようにだけ気をつけようね。ここは、ここスキルダメしないとダースベイダーがたまらないので、使いたいときにしっかりとスキルダメ最後までしてください。はい、そしたら5階層6階層目、ここも特に問題はないかなと思うんですけど、突破時次のターンに、ブラックバーダーの方を使えるようにしておいてください。だからルーレット生成されたターンは使うならキルターンですね。次のターンは絶対にブラックバードを使いたいところなので、ブラックバードは使わずに取っておいてください。まあなくてもなんとかなるっちゃなるけど、あった方が楽なので、ここは何が来てもダスベーダーで抜いていきます。はい、ダスベーダープラスブラックバードですね。はい、ブラックバード、ティキスだとね、ブラックバードがね、水花火のところを全部回復してくれるから、まあ、楽だよっていうところで、はい、です。はい、 OK、ここはね、ワンパンできると思います。はい、8階は福読みか、オロチとかかなと思うんですけど、ミストバーンが6回以上持ってるので、どっちにしろ、ミストバーン使ってあげて突破していきます。ちょっと硬いので闇3、4コンボしたいですね。で、ミストバーン2体いるうちのね、使うのがあのシェリングの方の武器を使って、武器じゃないや、ミストバーン使ってあげてください。もう1体の方は後ろを溜めたいので一旦使わずに置いていて、ヌトは、そうだね、1ターン目は闇にコンボで軽く削ってから2パンっていう感じでいきたいと思います。属性吸収は関係ないので、はい。で、2ターン目に、アマジュの武器を打って溜まったやつね打って、で、こっち側のキルバンの方のアバンもしっかり打って突破っていう感じですかね。はい、いや、めちゃめちゃサブでさ、サブずっとさ、みんな42億副属性も込みでさ、85億が4体並ぶんだよね。超火力ですよ。はい、そしてインドラは一旦ミストバーンかな。これね、間違えてます。間違えてさ、ダースレーダー使っちゃってるんですけど、ミストバーンですね。使うならミストバーンです。絶対に次のターンでダースレーダーを使います。はい、で、ここね、間違えて倒しちゃったんだけど、倒さないでカウントダウンしないと、カウントダウンしたいです。はい、ちょっと立ち回りね、間違えちゃってるんだけど、まあなんとかなっているんですけど、光だった時にね、無効貫通があるので、ダースベイダー使わないでおきたかったですね。はい。で、木の時は、ラストのカウントダウンまで適当に1コンボしてもらって、最後、リストバーン使って、やったですね。12回。エスカマリは半分以下だと闇吸収なので、一旦、半分手前まで削ります。ガローで落ち込みなしにしてあげて、闇にコンボで押さえてあげましょう。そしたらちょうど半分手前まで削れるので、そこからワンパンですね。はい。いや、この調整かなりいい感じよね。OK かな。こっからは、だったらワンパンできますと。はい。OK。13階はですね。あ、そう、13階はね、ワンパンできるんですけど、今回回復力がね、ちょっと回復が2セットなかったから、なかなか渋いなと思って、2パンに移行しました。半分以下だとロック攻撃来なくてロックしてくるだけなんで、ここ2ターンかけてます。あ、本当だったらワンパン全然できるので、
全力で組んでもらって大丈夫ですね。はい、 OK。 はい、そしたら14階はですね、早い、まだ早かった14階はですね、消せないなのでガロを使ってはい耐えていきます。ここね、神聖があるから、そうちょっと回復力が心配だったっていうところですね。ガロを使って、もうここは全力で組んじゃって大丈夫です。絶対に倒しきれないのでワンパンでは、全力で組んでもらってスーパンで狙っていきます。そしたら、ジーンしてくるんですけど、ルーレットもしてくるんですけど、かなり組みやすい色を作ってくれるので、そこを利用してしっかり回復もしつつ、ね、よろしくお願いします。 OK。 はい、ボスバトルですが、最初は全力で削りに行きます。全力で削って、回復されちゃうんですけど、ダスベイダーがあれば交換通も大丈夫なので全力で削りに行きます。はい、そしたらあとカウントダウンが来ると思うので、カウントダウン1になるまで、半分ぐらいまで削りたいかな。交換通力全然ないので、あんまり削れないんですけど、とりあえず半分ぐらいまで削ってもらえれば、あとはダースベイダーで抜けるので、カウントダウン中にちょっとだけ削ってもらって、はい、最終ターンにダースベイダーと、ザックバードかキルバーン使って、突破していきます。でダースベイダーが強いですね。まず交換通スキル最強だよなはい、という感じでミールは簡単に進化前は突破していきます。そしたら今回は、光だったんですけど、光と木に関しては立ち回りは一緒で、半分切るときに、リューネの半減スキルがないと耐えれないので、まず半減スキル貼ります。5ターン継続なんですけど、その5ターンのうちに半分切りたいっていう感じですね。はい、なんで初手で打ったかというと、そのリューネの武器は回復を生成しないので、攻撃受けたターンにあんまりね、使いたくないっていうところで、最初に打ちましたが、でも正直半減張ってれば回復なくても一発ぐらいは耐えれるんでいいんですけど、打つタイミングはお好きにということで、無効貫通のターンは結構厳しいので、適当に殴ってもらって、無効貫通じゃないターンに、ガリガリと削っていきます。確かね、通常攻撃はね、5パターンあって、そのうちの1個は無効貫通なので、無効貫通のターンを連続で引いちゃうと、半減張ってるうちに半分切れないかなと思うんだけど、そうそうないと思うので大丈夫だと思います。はい、こんな感じでどんどん削っていきます。回復だけはね、しっかりと意識した方がいいかな。キルバーンね、1.8 倍かかってるんですけど、それにしても結構回復力がすごいので、回復意識でお願いします。で、ミズミルは、リューネの半分のやつを貼ってれば、多分ね、3発ぐらいは受けれるので、その間に、突破するっていう感じでやってください。はい、そしたらもうあとは削っていくだけですね。ウッドバーンのスキルが溜まってくると思うので、それも使いながらどんどん削っていきます。はい、すごいつながってるけども、これで突破ですね。はい、ということでこんな感じでクリアです。ありがとうございました。ということで、自陣ブラックバードなしで4次元の探訪者無事クリアできました。若干変遷難易度は高いですけども、もうちょっと時間をかけてもいいっていうんだったら、ミストバーン2体いなくても多分代用はあると思うので、ぜひボックスと相談しながらやってみてください。ということで本日は以上です。チャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いします。それではさよなら。